はい、こんにちは。本日はこちらカルトラーレのハンモックウォレットをご紹介いたします。こちらですね、一見すると普通の2つ折り財布に見えるんですけれども、普通の財布と何が違うかと言いますと、じゃん、こちらの構造ですね。はい、一体何なんだろうと思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと名前の由来になったこの部分ですね、ちょっとハンモック型のパーツなんですけれども、ここがあのコインの収納部になっておりまして、ここにもコインがこうジャッと入る感じですね。ですのでこれ落ちるんじゃないかなと思われる方いらっしゃるかと思うんですけど、ここがストッパーになってますので、ここにコインが溜まって落ちないようになってます。ですごい広く見渡せるので、種類も分かりやすいですし、すぐにこうコインが取り出せるので、お会計もすごいスマートになりますね。で、お札なんですけれども、横からスライドでこう出し入れできますので、お札も非常に取り出しがしやすい。そしてこちら、カードをここに収納ができるようになっております。下の部分、こちらもですね。なので非常にコンパクトなんですけれども、これ一つで、財布としての機能はだいたい完備しているというようなお財布ですね。で、パーツがもう最小限のパーツで作られてますので、畳んだ時に非常にコンパクトなので、胸ポケットなんかにももうすんなり収まりますし、カバンの中なんかでも場所取らずに収納していただけますね。でこの素材なんですけれども、非常にちょっとツヤとこのシワですね、独特のシワ感、これが非常に高級感のあるイタリアンレザーが使われております。コンパクトなお財布お探しの方にはもうぴったりのお財布だと思いますので、ぜひこのカルトラーレのハンモックウォレットお買い求めいただければと思います。